今日は NX に来ました。でいろんなねブース出てるんですけど、やっぱ脱炭素とか多いですね。で、はい、見てください、関西電力さんもですね、ゼロカーボンパッケージやってます。はい、ね、いろいろね、まず減らすとか鍛えるとか作るとかあるんですけれども、ね、しっかり見える化もして脱炭素していこうみたいな感じになってますね。あと他にもインフラ全体ですね、はい、節水とか、あと、まあ、空調ね、空調やっぱ多いんで、それを自動でね制御してくれるものとかで、まあそれ総合的なデマンドレスポンスとか、もういろいろやってますね、関西電力さん。はい、これからに期待です。はい、いやーね、あーだからこういったね電動太陽光ね、まだまだ増えますけれども、であったりとか、まあ、EV、 私も今日テスラで来ましたけれども、 EV っていうのはやっぱ再エネ充電しないとね良くないので、そういったこと、まあ、充電インフラとかもこれからテーマになってきますけれどもね、まあ、そんなことやっぱり総合的にやっていくっていうようなことが、はい、見受けられます。いや楽しい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 です。はい、ということで、やっぱ脱炭素すごいよね、見てください。アスゼロさん、アスゼロさんはまさにもうジオカさんの CO2 見える化サービスです、ね、今まさに講演されてますけれども、スコープさんのところはまあいろいろだから、スコープ1、2、3までいろんな情報を入れるともう見える化してくれて、さらに削減提案までしてくれるサービスですね。はい、支援させていただいております。すごいすごい、再生可能エネルギー研究所では最先端の再エネに関する研究を行っております。ともにですね、再エネの普及に関してもいろいろなどを受け入れて、はい、活動もさせていただいてますので、はい、ご関心あれば、はい、見に来ていただければと思います。はい、見に行きたいと思います。視察を、ね、受け入れてくださってるみたいなので、再エネの方もね、なんかね、近くに実証の、ね、施設とかも設備もあるみたいで、いろいろ勉強できるみたいですので、ぜひ、ね、春になったら行きたいと思います。ありがとうございます。再生可能エネルギーセンター、はい、ということでですね、ここはなんとですね、被災地企業と再生可能エネルギー技術シーズ開発事業化支援事業ということでですね、福島の復興を手助けするというようなテーマのところなんですね。で、実際福島で、ね、被災されて、企業さんね技術はあるけども取引先も全部いなくなっちゃった、基盤がないといったところで、まあ、技術を持ってるけどもう一回ビジネスしたいっていうようなね、であとちょっとで、研究もいけるんだけど、でも出し方が分かんないみたいなものをこの団体さんがですね支援してくださって、しっかりと性能評価をしたりですね、はい、まあ、その後の、展開っていうところを、手助けしてくださるというねこともやってます。なんで福島のね引っ越し園に関してもですね、再エネを通じて貢献してる感じになるんですね。はい、福島、私も先日行きましたけれども、はい、復興頑張ってほしいと思います。行きます。これですね、どういうことかというと、これ私発電回します。風車の仕組みで負荷が重くなると回転重くなるってやつなんですけど、今負荷がないです。で、1入れます。そう、重くなりました。需要が増えます。またそうするともっと重くなりました。さらに需要が増えるとめっちゃ重いです。ということでですね、これで電気の安定供給がね分かるわけです。負荷が増えるとね発電も増えないといけないんですね。はい、そういうようなことが分かりやすいような感じになってます。はい、そうですね。